うわー、地面ソーレ下地家父ゆうきです。ということで、ね、今回はね、夏休み8月ということで、娘と2人でね、親子で都一周ね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。主にね、王道の宮古島の観光コースをね、ピックアップしてね、回っていきますので、まあね、行きたいところなどあるかと思いますので、チェックしていただければなと思います。なんでね、今回しかもいつもは1人で回ってるんですが、親子でね、あの回れるようなところもね、狙いながらね、行きたいと思いますので、夏休みなどのね、参考にしていただいたら嬉しいです。それでは始めていきたいと思います。ガーン。今日もめっちゃ綺麗ですね。伊良部大橋に来てます。これからね、伊良部大橋渡って伊良部島の方ね、入って観光していきたいと思います。ちなみにですね、今日の宮古島は天気晴れね、一日中晴れかなといった感じなんですけど、時よりもしかしたらスコールが降るかもしれないです。で、あとですね、気温の方が、まあ、最高気温が33度、最低気温が28度となってますね。で、湿度が 81% ね。で、紫外線は強ということでね、それではね、帽子もしっかりかぶって日焼け止めも塗ったんでね、行ってきたいと思います。あ、海外セレブ発見。行ってくるね。もう仲良く商店バック並びしております。バック並び、うわ、めっちゃ並んでる。戸口の葉も来てますね。あ、めっちゃ綺麗。今日もやばいっすね。で、ちなみにね、今日が8月23日の水曜日となっておりますな。もう夏休みもね、最後の週なんでね、結構観光客の方も来られてて、パラソル取ってて海水浴してますね。おお、いい感じ。娘もね、泳ぎたいらしいんですけど、まだね、観光は僕ら始まったばっかりなんでね、宮古一周は。後半あたりでね、ちょっとどこかの海でね、海水浴しようかなと思ってますのでね、お楽しみにということで、戸口の葉はね、うわー、いいじゃん。それで、ほー、暑いね。戸口の浜めっちゃ綺麗、みんな泳いでますね。最高でしょうね。入りたいな、海。じゃあ、じゃあ、ついんでね、次の場所移動していきたいと思います。サバギ色の帽子ってことだろ。あれしかないよ。守るのコース点を渡って、守るコース点を渡りつつ17エンドに向かいます。通り池の入り口ね、好きなんですよね、このなんか木がね、ボートアダンの木とかが
両サイドにねなってるこの細道を歩いて、まあ、通り池のね方まで行きますね。通り池の方来てますね。なんかね幻想的な雰囲気がねあるんですよね、通り池。すごいなんか吸い込まれそうなね雰囲気というのか。で通り池はねあちらの方から海でね入り江っぽくなってって自然が作った不思議ねつながってて、まあ一個ね穴ぼこが池があって、でもう一個ねあちら側にも池がありますね。17エンドの方来てますね。今日もめちゃくちゃ綺麗ですね。現在の時刻がですね11時半ね。わあいい感じ。今日はちょっとね子供も小学生の、ね、娘と一緒なんでね、あの先の方までは行かず半分ぐらいでね折り返してこようかなと思ってます。おお飛行機、何の飛行機だろう、初めて見るね。今ちょうどですね雲にね太陽が隠れてですね、まあ、海はね照らされてないのでちょっと曇ってるっていう感じなんですけど、まあ、それでもね綺麗なんでね、雲がちょっと移動してあの太陽が寝てるともうまっさに綺麗ですね。あの辺とかね色全然違うと思うんですけど、うん、だけど僕らとしては涼しくて気持ちいいです、ね、で今日はね娘一緒に来てるんでね、うん、逆によかったかなって感じ。17エンドね歩くのね暑いから嫌って言ってたんですけど、ちょうど神様が味方してくれましたね。なんでね子供連れの方とかね17エンド結構ね歩いてあの奥の方まで行くとね10分ぐらいかな往復でかかります。で写真撮影とかしていくと、まあ、15分、まあ、30分ぐらいかかりますので、暑いんでねあの気をつけながら行ってください。お水とかね持ちながらあの日傘とかさしてからね帽子かぶっていくのもありだと思いますね。めっちゃ綺麗なところなんでね、でも、うん、気をつけながら見て回るといいんじゃないかなと思います。で今日今みたいにね雲でね陰ってるとちょっとねあの海のね景色ね今ここ照らされてきましたね。落ちるんですけど、まあ、涼しくて気持ちいいぞって感じですよ。海風吹いて最高が出てきました。これがね本来の姿ね。バチコリ綺麗、いいかっちいなこれ。うわすごい、これでしょ。青が澄んでいる。うわ。うん、かけてきたねまた、うん。雲に隠れてしまったまた。オッケー、じゃあもう戻っていきたいと思います。涼しいうちに。ちょっとね曇っているとやっぱり海で風もあって涼しいですね。気持ちいいです。17エンド行ってきましたね。ちょっとね曇ってたんですけど太陽隠れてねめちゃくちゃ綺麗でした。
で僕らはねちょっと暑かったんでねちょうど良かったかなっていった感じなんですけど、まあ海はね全開じゃなかったんですけど、まあ涼しくね観光できたので良かったかなっていった感じです。で今からですね、まあ伊良部島下地島の方ね出て伊良部大橋渡ってですね宮古本島の方に戻って、ちょっとねお腹も空いてるので今日はねあの娘も子供も一緒なんでちょっとお昼食べて、うん、からね前浜ビーチの方あたりにね向かっていきたいと思います。それでは行ってきます。島の駅宮古さん来ましたね、うん、宮古島最が掃除屋さんでお昼ご飯おそば食べたいと思います。今日のお昼ご飯です。宮古そばと宮古そばの少年うまそう、いただきたいと思います。いただきます。綺麗だね。おい、綺麗だね、すねちゃん。今日は。で、ここはですね、あっちに見えるのが久里間大橋と久里間島ね。で、いわゆるですね、裏前浜と呼ばれるところですね。前浜ビーチとね、つながってはいるんですよね。うん、で、だけど、ちょっと前浜ビーチよりも奥まった方にありますね。うん、なんでちょっとプライベート感あってね、人も少なくて、綺麗なビーチになってますね。で、この裏前浜もね、今度ね、またゆっくりね、特集しようと思いますので、まあ、その時にね、動画出したらよろしくお願いしますということでね、じゃあ今度はね、本物のね、前浜ビーチ行ってみたいと思います。海。綺麗だね。いいじゃない。前浜ビーチ行きたいと思います。というかね、もう泳ぎたいですね。まだね、旅の中盤らへんなんですよ、今。真ん中もまだ前半から真ん中に行く手前ぐらいなんですよ、僕のプランの中では。なんでね、今泳いでしまうとね、まあ、後半体力が持つかっていうのが心配なんでね、どうしよっかなって悩んでるんですけど、まあ、あんな海見せられたらね、そりゃ泳ぎたくなりますよね。なんで前浜ビーチがね僕を誘惑しそうで怖いですね。まあとりあえずね行ってからテンション上がったら泳ぐということで行ってみたいと思います。甘い考え、甘い考え、甘い考え、甘い、あちょうど出た今黒っぽいやつが、おーラッキー、オッケー、いいです、オッケー、ラッキ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 ーマンです。パパはすごい海洋が。前浜ビーチ来てますね。本物の方ね、裏じゃなくてね。うわめっちゃ綺麗今
やばいっすね、うん、でテンションが抑えきれずにですね、娘の方がどうしてもね海に入りたいというので、ちょっと着替えてからねこちらの方で海水浴したいと思います。今回はよし、じゃあ着替えてくるぜ。その前にね、ちょっと前浜ビーチのね様子ね、こんな感じですよーってね撮っていきたいと思います。結構いいね、今お昼過ぎぐらいなんですよ。1時20分で時間は、まあ、お昼のね、ご飯食べるためにね午前中遊んだ方たちがねちょっとはけて、また第二陣が来るかなといった時間帯なんですけど、まあ、人結構いますね、まあ、もう真夏ね、夏休み最終週なんでね結構来られてます。あとですね、今週かな、来週の頭28日から沖縄ね旧暦でお盆やるんですけど、沖縄ではねお盆、まあ宮古島ももちろんなんですけど、来週の月曜日から3日間行われるんですよ。3日間、初日が迎え日ね、で送り日が水曜日、うん、月火水ねありますので、それでね里帰りしてくる人たちもね、地元の人たちは今週末ぐらいから多くなるのかなと思いますね。結構人いますね、みんな楽しんでる、めっちゃ暑い。なんで僕も着替えてね、では早速海入っていきたいと思います。僕たちの海の家完成です。パラソルも立ててね、風強いから大丈夫かな、飛んでいかないかな。娘はもうね早々とね泳いでおりますね、気持ちよさそうに、いいねこれ、クリマ大橋と海水浴いい感じじゃん。着替えてまいりました。島ぞおりにサッカーパン、最高ですね。これでちょっと海にレッツゴーしていきたいと思います。キツネちゃん気持ちいい？危ない？深いは行かないでよ。あの色が変わってるところはもうやばしだよ。危ない、カメラがない。じゃあね、海水浴もだいぶ1時間ぐらい遊んだんでね、シャワー浴びて次の場所にね向かっていきたいと思います。やお、ゲチコミヤン駐車場、ふぅ、前浜ね、もう今2時55分なんですけど、まあ、1時間ちょっとかな、1時間ほど、まあ、遊びましたね。で、まあ、もう2時ね3時になるにかけて駐車場も激混みしてましたね。もう満杯して待ってる状態で、こっちがねシャワー更衣室が今駐車場で、僕たまたまね空いてて入れたんですけど、空いてなければね漁港側にもう一つ広い駐車場あるんですよ。なんであっちからでもねいいかなと思いますね。松より多分そっちに止めて海岸線ある浜をね歩いて泳いだ方がね楽しいかなと思います。それではね、前浜ビーチ出たので、今からね栗間大橋を渡って
竜宮城展望台の方にね行ってきたいと思います。まあ、泳いでさっぱりしたんでね、あとはまったりね観光していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。竜宮城展望台来ましたね。登って神の景色を拝ませていただきたいと思います。飛んでおりますね。うーわー、今日も素晴らしい景色です。まずは竜宮城展望台の1階というのかな、3階建てになってるんですけど、1階からの景色でございます。すげー、術式反転青。これがね竜宮城展望台最上階の景色でござる。綺麗だよ今日も。これがドイツ村ですね。で、前に見えるのがホテルブリーズベイマリーナですね。ドイツ村のお城ね。で、旧上野村のね、シギラリゾートの周辺に来ておりますね。で、今からね、通っていってインギャマリンガーデンの方にね、行ってみたいと思います。ここからの景色がね、僕は意外と好きなんです。今でも青が住んでいる、今でも青は住んでいる。結婚式の前撮りの人たちですかね。いいですね。インギャマリンガーデン来てますね。めっちゃ綺麗やん今日。駐車場はギリギリ空いてましたので、今回はね表の方からというかね、
インギャマリンがね普通に入ってこれました。でね、裏から入るね駐車場パンパンだったらインギャマリンガーデンをね紹介した動画もありますので、概要欄の方にね入れておきます。ということで、ね、じゃあ展望台目指してね上がっていきたいと思います。いいね、結婚かな、おめでとうございます。あ、そう、おーい、おー、見えろ、滋賀ね、インギャー橋ですね。あそこを渡って展望台の方に上がっていきます。今日はちょっとね干潮気味で潮が効いてますね。遊んでる草もたくさんいますね、ロスネちゃん。インギャマリンガーデンサー、やっぱ表からがいいそうだよな、やっぱ表からがね気持ちいいよ、なんだかんだ言って、今日はねちょっと急なコースから行ってみたいと思います。泳いだ後の太ももに来るぜ。懐かしい友達、牛さんありがとう、牛さんありがとう。 お尻壊れてる、元気でいいかい、牛、暑いね今日も。今日は表から来た、急な道から疲れた。じゃあ景色見て癒されるね、バイバイ。いくちぇ、これすごく青が澄んでいますね。うわ気持ちいいね、青というかもうターコイズブルーっていうのかな、緑っぽい。うわ気持ちいいね、あ涼しいし、頑張って登った甲斐がありました。こっちが入江川ですね、あっちの駐車場ね止めれましたね、ラッキーでした。でもねもう時間が今4時ですね、16時ちょうどなんでね、ちょっとねもう皆さん疲労についてる方が多いのかなっていう感じですね。遊び終わって夕方になるんでね。おお景色気持ちいい、いつ来てもいいね。何回もねもうお邪魔させてもらってるんですけど、毎回違う景色を見せてくれますね。うん、いい感じ。あっちのさ結婚式のステイやってるさ、オッケー、じゃあ戻っていきたいと思います。今日も綺麗な景色でしたね。あ、涼しい、風が出てきた、暑いからね。
れ様ですということでね、あまりにも暑くてですね帰ってきました。で、まあ、2日にね分けてやっていきたいと思いまして、まあ、1日目ということで、ね、今回ねインギャマリンガーデンが最後行って終わりました。なのでね、また2日目もね、島残り半分で、ね、回っていきますのでよろしくお願いします。ちなみに1泊2日の旅行の今日の宿はお家です。まあ地元なんでね、なんでね、じゃあ2日目もねよろしくお願いします。また明日もね朝から頑張りたいと思います。今日暑かったからね、あ危なかったね。あとはゆっくり休んでね、また明日の旅に備えたいと思います。砂山ビーチ来ました。最地ね、2日目は砂山ビーチからスタートしていきたいと思います。どうせみやちゃん体調の方は、うん、疲れは取れてます昨日の、うん、よしじゃあ行くか。まあまず一発目でさ、砂山だけどさ、ちょっとヘビーな道のりだけど大丈夫、大丈夫。おはようございますということでね、2日目スタートしていきたいと思います。現在の時刻がねちょうど10時ということで、まずはね晴れ水の時にね今日の安全祈願ね無事にできるようにということでやってきましたね。で一発目で、まあ、砂山ビーチの方に来てます。でここではね今回はね早めに泳ぎすぎて昨日疲れたので、ちょっと眺めてからね観光スタートしていきたいと思いますね。それでは砂山登っていきたいと思います。いや暑い、今日も暑い。今日もね33度かな、最低気温が28度となってました、ね、最高は33か34ってなってました。もう暑い日がね続くと思いますので気をつけながら観光していきたいと思います。綺麗ですね砂山ビーチ。この今日若干ね雲が多いのでね、日がちょっと隠れることもあるかな。今日が隠れてちょっと、海がねキラキラはしてないんですけど、それでも綺麗です。気持ちいい？伊良部島も見えてるね、うん、やっぱ今日ちょっと雲多いね。おお冷たい、気持ちいい。うわーきっちりこれ明日から地獄の坂を登っておりますね。頑張れすみれちゃん。
朝のエクササイズですね。筋トレかばして、これから、ね、西の方に向かっていきたいと思います。池山を走ってから西辺の崎のあたりね。疲れたね。いいよ。前にちょっと雨迷っちゃおうぜ。お疲れ様です。ということで、ね、砂山ビーチ行ってきましたね。今日ちょっとね、入道雲っていうんですかね、ちょっとふわふわした雲がね、大きな雲が多くて、まあ、時折ね影になるので、まあ、観光を回る身としてはね、まあ、影に入ってね涼しくて気持ちいいんですが、まあ、海のね光具合はね、ちょっと影に隠れてるとね、そんなにかなといった具合ではあるんですが、それでもね綺麗ですね。砂山ビーチからね、今度はじゃあ西の方にね移動していきたいと思います。その前にちょっとね、ファミリーコンビニでねコーヒーでも買っていながらね、ゆったりとね観光していきたいと思います。それでは行ってきます。お力持ってきたので栄養補給して回りたいと思います。いいです。じゃあ行きますか。うまい、バナナはいいですよ。西辺那崎池間大橋にね行く前にね、ちょっとね名もなきねビーチに来てますね。でああやってね階段あって降りる場所とかあってね、降りていけたりするんですよね。たまにねぼーっとするとき来ますね。よくなんか釣りしてる人とか見かけますね、この辺で。で僕が今立ってるのは海への階段ということで、直接海にインできますね。なんですけど多分滑ると思うんで危険なんでね、まあ降りていかないんですけど、この辺にしとくんですけど、めっちゃ綺麗。今ちょうど太陽つってね、キラキラして、でこの沿線沿いっていうんですかねに宮古のディープポイントで真夏海岸っていうところが、真夏ビーチかなあるんですよ。なんで今度ね動画で特集組んでね、そこもね行って見せたいと思うので、まあねよろしかったらね、チャンネル登録もよろしくということでね、今回はちょっとねプライベート感あるところ、ビーチではないんですけどね、あの辺は砂浜降りれるんですけど、で奥に見えてるのが伊良部大橋ですね。であれが伊良部島ね。こんな感じでさ、階段になってるんですけど、座って海見ながらね、ドリンクとかねコーヒー持ってきて飲んでも気持ちいいと思いますね。こんな感じになりますね。いい感じじゃないですか、階段に座ってね海見ながら。やばしだよこれ。危険な遊びですね、ある意味。うわーいいねこれ。お土産屋さんとね、お食事ができるカイミールさん来ましたね。海めっちゃ見えて気持ちいいよ。
って展望台もあって屋上にね後でお蕎麦食べてから登ってみたいと思います。まずはじゃあお蕎麦食べましょう。早めの食事で宮古そば食べます。今11時半です。ちょっとお腹空いたよね、うん、早めに食べて今日はあとはゆっくり回りたいと思います。来ました、宮古そばうまそう。ちょっと今回僕があんまりお腹空いてないので一つをね分けて食べたいと思います。イエイ。このお箸成功する確率が高いです。はい、いくよ。うん、で、うわ。めっちゃ熱い。じゃあ、いただきます。じゃあ、このとこから。うまし。うまい。よっしゃ、いただきます。あっぽ。うん、八高校。あ、うまっ。うまみやくそば。うん。うん、うまい。ごちそうさまでした。お蕎麦も食べたんでね、カイビールさんの展望台登ってみます。おお、めっちゃ綺麗だね今日。めっちゃ綺麗。これ池間大橋ね。うわー綺麗。下のビーチね、ちょっと散歩しに行こうかな後で。大神島カイミールさんのね展望台いくかっちぇー。今日池も大橋ね、すげー。おい、いい感じだぜ。じゃあそばも食べて景色も見たしね、じゃあ下の浜をねちょっとね歩いてそれからね移動していきたいと思います。カイミルさんの下のねビーチ行ってみたいと思います。うわ、このなんか入り口いいですよね。でもちょっとね足元危険なんでね、降りる際は皆さん気をつけてください。ちょっと、うわめっちゃ綺麗やん。やばいぜ。遊覧船あれなんか遊んで、うおー行くちぇ。あーしびえ、波の音気持ちいいね。カイミールさんでねサーターンだけを買いました。あー美味しそうね、でかいねサーターね。いただきます。海とサーター、いただきます。どう、黄色いね、かぼちゃっぽい。何味これ、普通のさ。これ、ふわふわ動いてもらった。今度は働いてた。 OK、 じゃあね、移動して次の場所ね、向かっていきたいと思います。池間大橋の、ね、手前の駐車場来ました。今日も綺麗ですね。わあ色がすごいな、この辺白でね気持ちいい。
たまにねこの辺にねウミガメが見えるんですよ。先月のね宮古島の様子から行った時にここでねウミガメに遭遇しました。今日はいなさそうだな。ちょっと駐車場から上がってね池間大橋の方に出てみました。でこの次に行くのがねあちらの風車が見える方のね西変な崎という場所ですね。またねやっぱ歩いてあの地面ね足で着陸してみるとスケールが違いますね。やっぱでかいですね橋も、で海もめっちゃ綺麗。ここがね池間大橋前の駐車場です。すごい綺麗だよ。この辺でねおーいいんじゃない気持ちいい。娘は暑いって言うんでね今車で待機してますね。なんでじゃあ早々とね戻って次の場所行きたいと思います。 OK。 いやヘンナザキの方来ましたね。だね上に展望台あるんであっちに登ってね見てみたいと思います。悪魔の実生成虫綺麗ね今日。展望台登りました。反対側ハーリーズさん今12時20分なんでね結構お昼時なんで人いっぱいいますね。お食事できますあっちのバスのねキッチンバスで。バシスズバシズゆきしおミュージアムさんに来ましたね。ちょっとね食後のデザートでアイスクリームねゆきしおソフトめっちゃ好きなんで食べたいと思います。イエーゆきしおソフト、しよおいしい。うまい。すみ。やっちゃう。
美味しかったですということでね、雪塩ミュージアムに行ってね、食後のデザートね、雪塩ソフト食べましたね、うん、娘に至ってはね、サーターアンダギーもペロリと言ってましたね。なんでお腹も十分満たされたということで、今度はね、あの西の方からね、東の方にね、ちょっと移動していきたいと思います。で、東変な崎をね、目指していくんですけど、まあ、その合間にですね、何箇所かね、回れる場所ありますので、ちょこちょこっとね、寄り道しながら行きたいと思いますので、よろしくお願いしますということでね、ではやっていきます。嫌いだったそばかつはちょっと人なだけしてため息を一つ、ヘビー級の恋は見事。マジャ漁港というところ来てますね。で、マジャ漁港ですね、こっち側のビーチと右と左にね、ビーチあるんですよ。中央を分けてね。で、今左入ってきて左側のビーチに来ておりますね。めっちゃ綺麗だよ。あれ大神島ね。で、あの辺から僕たち移動してきましたね。池間大橋方面からね。おお。なんでこっちは池間大橋方面のあのビーチっていうのかな、海になってますね。マジャ漁港の中でもね、ちょっとプライベート感あるビーチです。おー、いい感じね、泳いでる人いる、気持ちよさそう。今日パーシュー濡らしてくるね。うん。でですね、このマジャ漁港をですね、行った時のね、詳しいあの動画ですね、僕のチャンネルにありますので、概要欄の方に貼っておきますね。漁港へ行こうというシリーズでね、マジャ漁港ということでね、出してますので、詳しく知りたい方はね、その動画もどうぞということで。超映えだな、超映えだよ、すみちゃん。綺麗、ここ神じゃん。術式判定、あ、いや、小島のですね、日の出ポイント、日がロードパークに寄ってますね。めっちゃ高台からの景色がね、最高です。海が綺麗。ちょっとね、今日はお掃除が入ってるみたいで、お掃除の子と違いますね。わあ、いいじゃん。じゃあ東変な崎にね、来ていきたいと思います。東変な崎をね、一望できる写真ポイント来ました。うわー、いいっすね、最強っすね。すでに神。あそこに見える灯台が東変な崎のね、灯台ですね。今日時間帯も天気もバッチリかな。すごい海が綺麗に見えてます。
東県の月がね綺麗に写せるね写真のね撮れるポイント来てますね。でここの場所もね詳しく言ってる動画ありますので概要欄の方に入れておきますのでね。うわーやばいね、バッチリじゃない今日、マジでいかついっす。ちなみに今日がね8月24日の今14時ちょうどですね、時間見たら。うわーすごいね、東千の崎公園来ます。やばいやんね、東千の崎に来ておりますね。今日めっちゃいい天気でね、ちょっと風もあって気持ちいいです。灯台の上ね、今こちらから肉眼で登ってる人もいられるので僕らもね登ってみたいと思います。でもちょっと風強そうなんで、ね、帽子はちょっとポケットに入れていこうかな。すみちゃん大丈夫、暑いね、はあ、気持ちいい、うん、いや東千の崎、青い空に白い灯台ね、映えますな、綺麗だね。宮古島と俺だ、ファイナルシーサー、はい、ファイナルシーサー、これすごい押し寄せる波たち、水平線もすげえ、このザザーっていう音気持ちいいね。海の向こうからやってきますね。もうすぐお盆なんでね、先祖が帰ってきます。沖縄ではね、先祖は海の向こうから帰ってくると言われてますね。そして送り火に海の向こうに帰っていくとね、なので沖縄はお盆時期は海には近寄るなというのがね昔から習わしであります。登れる灯台で、灯台の書いてある300円、よし行きますか、すごいね、あれ灯台、よし行こうぜ、うん、OK 数えてた、離れてはきたけどやはり帰りゆく人にならば、どっせーやべえ、あいつらやばいね、ここ涼しいね、涼しい、うん、パパの車どれだ、見えないですね、うん、あっち側にさ、あれだよ、ドイツ村でしょ、インギャーツか、あの辺だ。これさ、なんでこんなにさ、石、岩がいっぱいあるかわかる、すみちゃん、これさ、大むくし宮古島にめっちゃでっかい津波が来て砕かれて、みんなこの落ちたんだって、やーばかったっすよ、
あっちは海、下海で、うん、パパ小学生の頃さ、ピエンスクリッキュからさ、見てたあれ、うん、やーっぱりな、マジでどこまでも続いていってるの。人が小さく見える、怖い。あっけー、壮大だぜ。じゃあ降りていくか。あ、気持ちいいね。灯台気持ちよかったな、涼しかったぜ。お、すみれちゃんでした。暑い。暑い。よし、帰ろう。帰るぜ。うん、OK、東県那崎に行ってきましたね。めちゃめちゃね、灯台登ったんですけど、上からの景色最高でした。はあ、暑かったね、すみれちゃん。うん、で、登れる灯台なのでね、皆様も来た際にはね、有料にはなるんですが、登ってみてください。で、こんな感じでですね、今回のね、都一周の旅はね、東変な崎でね、終わっていきたいと思います。まあ、2日間にわたってね、宮古島一周、王道観光スポットね、今回はね、娘と一緒だったので、まあ、家族でも回れる場所、うん、海水浴などもしてね、ピックアップして回ってきました。いかがでしたでしょうか。また宮古島来る際のね、観光のね、まあ、参考にしていただければね、こちらとしても幸いです。とりあえずね、もう8月はめちゃくちゃ暑いのでね、まあ、暑さ対策しながらね、無理しないようにね、僕らもね、2日に分けて今回ね、宮古一周したんですが、余裕を持ってね、観光して回るのがね、いいのかなと思います。すみれちゃんね、暑いからね、冷たいのも食べてね、うん、じゃあ帰りながらね、ちょっと冷たいのでも食べてね、帰りたいと思います。どうする、姉ちゃん、美味しい？暑いね。あっぱれ、もうクーラーも全開だけど、全く効いてる気がしないね。よし、じゃあ帰ってっか。OK。今回ね、この辺でね、お別れしたいと思いますね。なんで僕らのね、下地家のチャンネルでは、こういったね、宮古島の情報だったり、またね、僕ら家族の Vlog などやってますので、よかったなと思ったらね、いいねとチャンネル登録もね、よろしくお願いします。でね、毎週ね、週に1回土曜日の19時にね、 Vlog 動画配信の方をやってます。で、不定期ではあるんですが、火曜日か水曜日の中日にもね、なんかあったら動画撮って出してますので、よろしくお願いしますということでね、終わっていきたいと思います。お相手は下地家父ゆうきと娘のすみれでした。ではまた会う日まで元気でバイバイ。冷え果てて安らかにとみんなが祈る夜更けはお前だけをひたすらに見つめていられるね。だから海の向こうに願いもから、
雪を乗せ銀河を渡る船は時には嵐を漂いながら旅を続けるI'm